ストロマイル・スウィフトは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、シュリーブポート出身の元バスケットボール選手。NBA のメンフィス・グリーズリーズなどに所属していた。身長208センチメートル。体重100キログラム。ポジションは、パワーフォワード。ルイジアナ州立大学でプレー。運動能力の高さを武器にチームを引っ張り、2年生時には、NCWA のスウィート16にまで進出した。 2000年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、一巡目2位でバンクーバーグリズリーズより指名され NBA 入りした。ルーキーイヤーは1試合平均4.9得点、3.6リバウンドという平凡な数字に終わる。2年目の01から02シーズンには、キャリア最高となる、平均11.8得点、6.3リバウンド、1.7ブロックを記録。成長を見せたが、 その後3年間は2001年新人王のパウガソルの活躍、ヘッドコーチとの口論などで活躍の場を失う。03から04シーズン終了後ヒューストンロケッツに放出された。パワーフォワードのポジションに弱点のあったロケッツであったがチームにフィットせずわずか1年でグリズリーズに復帰することとなった。フルスのグリズリーズでの出場時間は移籍前よりも減少し、 完全に控えの一人となった。新コーチとも衝突したスウィフトは再び隕石。2007から08シーズン途中にジェイソン・コリンズとのトレードでニュージャージー・ネッツに放出。しかし、ネッツでも出番はほとんど与えられず、2008から09シーズン中盤に解雇され、その後フェニックス・サンズと契約した。シーズン終了後は NBA のチームと契約することができず、 2009から10シーズンを中国でプレーした後は引退状態になった。運動能力の高さは折り紙付き。キャリア通算で平均20分の出場時間にもかかわらず、平均ブロックを1.2本決めているところから、ショットブロッカーとしてのセンスも伺えた。しかし、技術面での向上があまり見られず、才能を生かせていないという意見もたたきかれ、 当時のチームメイトジェイソン・ウィリアムスや地元メンフィスのファンからは、スローマイル、スローマイルと揶揄されていた。また、弱小時代のグリズリーズに所属していたこともあって、プレーオフは7試合しか出場していない。ありがとうございます。